皆さんこんにちは。イラスト役の愛です。まずはこの動画の構成についてご紹介します。はじめにこれまでのあらすじを挙げています。次にイラスト役本編。原文の後に現代語訳とイラスト役が流れます。イメージを沸かせながら古文速読の目線を鍛えましょう。さらに本日の重要古語、また文法や知識についても解説しています。では早速行ってみましょう。今回も第4条、夕顔の巻からのイラスト訳です。光源氏はためらう夕顔を連れ出し、五条の敗因で二人の時間を過ごしていました。夜、源氏の夢枕に恨めしげな女が立ち、光源氏は不気味な気配を感じて従者を呼びに行きます。戻ってきて夕顔を見たところ、彼女は息をしていませんでした。では、この後の展開、行ってみましょう。引き動かした前戸、なよなよとして。我にもあらぬ、様なれば。糸、痛く、若びたる人にて、物に、けどられぬるなんめり。戦方なき心地したもう。子息、もてまいれり。うこんも、動くべき、様にも、あらねば。近き、三木町を引き寄せて。なお、もてまいれ。と、のたもう。礼ならぬことにて。御前近くも、参らぬ。つつましさに、嘆しにも、登らず。なお、もてこや、ところに従いてこそ、とて。召し寄せて、見たまえば。ただ、この枕紙に、夢に見えつる形したる女。面影に見えて、ふと、消えうせぬ。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また文法事項はこちらです。光源氏が異様な敗因の状況に部下を起こしに行って戻ってきたとき、なんと夕顔が息をしていませんでした。彼女の様子をよく見ようと従者に明かりを所望しますが、従者たちは恐れ入って近くに寄ろうとしません。本来ならば、これ光がおそば近くに控えているのですが、夕顔の自重に気が引けて、今夜は退席していたようなんです。源氏は、それでも無理に従者を上がらせて、中の様子を見ます。そしたら、なんと、夢に現れた、あの女が、夕顔の枕元に立っており、ふっと消えたのを、光源氏は、目の当たりにしたのです。さて、今回は、主従関係についてお話ししたいと思います。現在は、身分制社会ではありませんので、こういう時の従者の心情は、あまりイメージが湧かないかもしれません。ですが、現代でも、天皇陛下や総理大臣に直接会いに行って話をするなんてことはできませんよね。
古典の世界では厳しい身分制社会でしたので、このようなことが日常の当たり前の光景でした。これは社会的身分に関わらず相対的な主従関係が生み出されます。例えば宮中では女房として主人にお仕えする立場の紫式部や泉式部でも、実家に帰れば女主人として下々の者とは直接会話しません。今回光源氏はお忍びで廃院に来るにあたって、顔の知られていない下々の従者ばかりを連れて行きました。こういう者たちとの取り次ぎをするのは腹心の従者であるこれみつなのですが、今回のお忍びで夕顔の大月の女房である右近に顔が知られてしまいました。自分が光源氏の情報収集のために右近にちょっかいを出していたことがバレて、ちょっといたたまれなくておそばに思考していられなかったみたいですね。したがってこの時周りには光源氏と直接話のできる身分の従者はいません。右近は腰が抜けて全く役に立ちません。そこで光源氏は身分の低い従者でも投げ死に入ることを許したのです。ところに従うとは、時と場所を考えて行動しろというぐらいの意味ですね。投げ死とは母屋を取り囲む化粧部材のことで、基本お蕎麦付きの従者以外はこの中には入れません。古文はこのように背景知識や古文常識の調度品などをイメージさせながら読むと、さらに深く味わえると思います。さあ今回も第4条夕顔からのイラスト訳でした。第1条桐壺からここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。